西宮ラジオ駅は兵庫県西宮市ラジオ新町にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG58、アーバンネットワーク及び JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。福知山線を伏線、電化するにあたって向こう川沿いから大幅に経路が変更された際に新設された。 現在、船内では新三田駅と並んで最も新しい駅で、ある。当初は普通のみ停車していたが、西の宮ラジオニュータウンの開発により、周辺の人口が急増したことから、1996年より、快速も停車するようになった。また、2014年3月15日と2021年3月13日のダイヤ改正より特急。 コウノトリの一部列車が当駅に停車するようになった。開業時点で、同じ西宮市内には西宮駅があったが、同駅とは異なり、市名の表記と同じく、の、が入っていない。なお、西宮駅は2007年3月18日をもって、現在の西宮駅に改称された。二面二線の相対式ホームを持つ、京駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、 停留所に分類される。ホームの見た方の一部はトンネル内にあり、雨が咲き方もすぐトンネルに接続している。よって、両側をトンネルに挟まれた駅である。さらに、ホームの一部が、ラジオ側に架か,かる橋梁上にある。駅は三つの階層からなり、最上階が入り口、中央階が歩行者専用の入り口と改札、そして最下層がホームである。直営駅であり、 愛国家に対応した自動改札機が設置されている。日中時間帯は1時間あたり、区間快速が4本停車する。朝晩は、区間快速に代わりタンバロ快速、快速、普通が停車し、本数が増加する。特急、コウノ野鳥は7時台、8時台の上り3本、18時台、20時台の下り3本が停車する。兵庫県討継所と、 西宮市統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は8685人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。車高エレベーター北側一帯に、西宮ラジオニュータウンや、塩瀬中央公園が広がる。高台となる、駅北東側からの乗客向けに、車高エレベーターが2機設置されている。ハイキングコースとなっている。 福知山線廃線跡については、入口まで当駅からでもアクセスが可能である。駅西側のロータリーに、阪急バスの以下の路線が発着している。また、東側には、一般車線用のロータリーもある。ありがとうございます。